はい、竹人です。今日は新しくゲットしたヘッドホンレビューしようと思います。はい、ということで今日は新しくゲットしたヘッドホンのレビューをお届けしようと思います。つい先日お届けしたあの PS4 Pro を私ゲットいたしました。まだ見てないという人はぜひともカードの方をクリックしてそちらの動画見ていただければなと思うんですが、同時に買ったソフトの1本がこちらですね。10月12日だったかな、発売ですね。Call of Duty Black Ops 4という、まあ、単純に言うとこれ、まあ、戦争みたいな打ち合うようなゲームなんですけど、 FPS って言われる、まあ、自分がね見てるような感じで人と打ち合いをするみたいなゲームなんですけど、この手のゲームやるの私すごい久しぶりで、ほぼ初心者の私がねやるにはまあ結構大変で、あの頑張ってやってるとこなんですけど、でその中で気づいたのが、まあ私テレビにつないでやってるんですけど、ヘッドホンとか何もしないでね、テレビで普通に音出してやってたんですけど、全然あのやっつけられないんですよ。タリルすぐやられちゃうっていう状態で、まあこのゲームの中でね、私あの建物の横を歩いてたんですよね、サクサクと。そしたら突然あの建物だからバーンと人が出てきて、僕の方に向かってバババッと銃を撃たれてバタッと死ぬってことが何回も続いて、なんであの僕が歩いてるの分かったのかなと思って、でよくよくいろいろ調べたりとかしてみたら足音が聞こえていて、みんな実はテレビの音なんか出してなくて、みんなヘッドホン使ってやってるってことを初めて知りましてですね、そこで。あ、そうなんだと思って。で、そのヘッドホンも、私、まあ、その坊主のやつ繋いだんだけど、よくわかんないんだよね。あの、ステレオとかモノラルってあるじゃないですか。ステレオのヘッドホンなんで、なんとなく4方向はわかるんですよ。前、なんとなくこの辺とかっていうのはわかるんだけど。でどうも最近のゲーム用のヘッドホンっていうのはサラウンドの 7.1 チャンネルをヘッドホンで再現できるっていうようなものがあって、それを使うと相当そのどの辺にいるのかっていうのがもう四方八方360度どの辺にいるのかがすぐよくわかるということだったので、初めてですねこのゲーム、まあプレステ4でねちょっとゲームをやるにあたって今回ゲーミングヘッドホンというものをちょっとゲットいたしましたので、皆さんに、ね、ご紹介していこうかなと思います。それではね、早速外箱から出してお見せしようと思います。結構いろんな種類があるんだと思うんですけど、早速開けていきましょうか。ずいぶんでかい箱が届いたなと思って。ということで今回ゲットしたヘッドホンがこちらですね。ワイヤレスサラウンドゲーミングヘッドセットということで、 PS4 専用みたいな感じですね。まあ、正確に言うと専用じゃないと思うんだけど、 PS4 に USB の送信機をくっつけるとワイヤレスでこれがサラウンドの 7.1 チャンネルとして機能するヘッドホンという感じですね。でチャットとかするように、音声チャットするようにマイクもついているというような製品でございます。まあ、外箱はこんな感じなのでね、早速ちょっと中身出してお見せしようと思います。はい、それではレビューしていきましょう。読み方わかんなかったこれなんだけど、レイザースレッシャーって読みたいね。スレッシャー 7.1 という風に読むようです。はい、それじゃあ早速開けていきましょう。ちょっと箱がでかくてね、ヘッドホンと思えないぐらいでかい箱で、ちょっと入りきらないのでこんな感じになっちゃうんですけど、ごめんなさい。じゃあ早速開けていきましょう。どっから開けるんだ。一応ちゃんとこれ日本の正規販売品、国内正規代理店のものをゲットしましたという感じです。じゃあ開けます。よいしょよいしょ。こんな感じ。おお、なんか高級な感じだな。ずいぶんスポンジがほとんどじゃねこれ。こんな感じで入ってますね。ヘッドホンと、USB ですね。あとここに説明書が入ってるのかな。なんだろうこれ。箱が入ってる黒箱。ピンとこないからあれなんだけど、ちょっと本体とあれは置いといて、まずはこれ開けてみようか。これはなんだ。あ、 USB-C の充電のケーブルだな。なんかずいぶん高級な感じの。あと説明書類が入っているという感じ。レーザースレッシャー 7.1 って書いてますね。はい。で、これはさっきも話したんだけど、 PS4 専用っていう一応触れ込みなんですよね。あ、レーザーの。レーザーってこんなメーカーですね。メーカーじゃない。こんなロゴ？レーザー。結構僕、いい年になってから20代後半ぐらいの時だったかな。レーザーって初めて出たのが、このブランドというかメーカーというか。マウスからね、始まったんですよね。確か。こんな感じ、説明書が入ってますという感じです。なんか一応なんかいろいろ説明が書いてあるけど、まあヘッドホンだからそんな困ることもないのかなと思うので、あんまり説明書は見ずにいっちゃおうかと思いますけど。はい。じゃあ早速、まあ一番メインのこれ出していこうと思います。よいしょ、ヘッドホン出しの。で、USB の、これで飛ばすんだろうね。PS4 にこれを挿すというような感じだと思います。これはだから、ヘッドホンでこう伸びるんだろうな、こういう感じでね。で、こうしまえるよみたいな感じ。
あれなんかケーブル足んないけど、ここ何刺すんだろう。ダメだ、説明書ないと分かんねえや。ちょっとやっぱ説明書読もう。なんかね、ここ穴開いてんだよね。なんだろうこれ。なんかあるんじゃないの、まだケーブル実は、みたいな。僕が聞いているのとちょっと、あったあったあった、ありましたありました。五章を大事にしまってあった。光デジタルのケーブル、これを多分ここにぶっ刺しの PS4 の光デジタルのところに刺しのなんですよ、確か。そうそう、あ、合ってる、これで。PS4 僕はあんま詳しくないんだけど、どうも PS4 スリムっていうなんか低価格のものがあるのかな。この光デジタルのケーブルを刺すところが本体から省略されちゃってるらしいので、残念ながら刺すことができないみたいです、この製品。なので光ケーブルをここにぶっ刺しの、こっち側を PS4 にぶっ刺しのって感じだな。で USB も刺すっていうような感じなんだろうな。でこれを充電して使うという感じでございます。でこれ多分ね、電源なんか電気ついたりするんだろうね。ちょっと電源入れてみよっか、パワーを。あ、ついたのか、もうべーって言った、わっかりづらいけど今ランプついてるね。これペアリングのマークなのかな、これ。うん、一応ね、なんか光るらしいっす。まあ、光るかどうかなんかどうでもいいんだけど、この手のゲームのやつって光るの多いよね。ちょっと一回電源オフにして、まあ実際ヘッドホンこんなね外見見せててもしょうがないんで、今持ってるステルのヘッドホンとね、私がちょっと使い比べてどれぐらい違うのかっていう感想を軽くお伝えしたいなと。はい、ということで今ちょっとねこのヘッドホンを使ってプレイしてみたんですが、率直な感想から言うと全然違うっていう感じです。つなげばいいのかなと、ただつなげば使えるのかなと思って、ただつなげて使ってみたんですけど、音が良くなったんだけど方向感があんまりわからなくて、あれこんなもんなのかなと最初思って、ステレオのねイヤホンで聞いてる時とそんなに変わんねえなみたいな感じだったんですけど、一応説明書を見直したらプレステ4側でね設定する必要があるってことに気づきまして、プレステ4側でちゃんとねドルビーのサラウンドの設定とかを入れて、ちゃんとこのデバイスをつなげてプレイしてみたところ全然違った、びっくりしちゃった。ちょっとね音の感じなんで表現するのは難しいんですけど、私のこれあくまで感覚なんですが、ステレオのねヘッドホン、普通のヘッドホンとかイヤホンを使ってやっていると、イメージとしては4方向から8方向ぐらいしかわからないですよね。この辺に敵がいる、この辺に敵がいる、この辺に敵がいるっていう感じなんですけど、このレイザーのヘッドホンを使ってやってみたら、これ 7.1 チャンネルのサラウンドってことなんで、まあ言ってみれば8方向ぐらいしか分からなかったところが32方向ぐらい分かるようになったというような印象です。さらに言うと上、下はねちょっと敵がいることがなかったから分からなかったんだけど、上をねこの辺歩いてるとかでも全部分かるんですよ、大体なんだけど。なのでそういう意味で言うと360度を32、ちょっとすごい難しいんだけどさ、まあ180度ってところで言うと32分割したぐらいの感じでこの辺にいるな、この辺にいるなっていうのがよくわかるというような感じでした。ちょっとね FPS をこういうちゃんとしたヘッドホンでやったのが初めてだったんでびっくりしました。バーチャル的にこのヘッドホンの中で再現しているという感じなので、本当の意味での7個スピーカー並んでるわけじゃないから違うんですけど、でさらにいいところはね、ワイヤレスになったのは僕的には良くて、コードがねあったんですよ。今までのイヤホンとかヘッドホンだとやっぱコードがあって邪魔だったんですよね。でプレステ4ってコントローラー基本的にはワイヤレス Bluetooth で操作できるんで、これも Bluetooth でつながっているので、今ねプレイする時に身の回りに何にも線がつながってない状態でできると。一つちょっと僕が気になるところがあって、これはヘッドホンの性能っていうところとは全然関係ないところなんですけど、これですね、 PS4 の USB にこれ挿して光デジタルのところにこのケーブル挿すんですけど、これがねちょっといけてない。何がいけてないかっていうと、この光デジタルの挿すところの横に PS4 Pro は USB 挿すところあるんだけど、横にこの USB のやつ出てるんですよね、こういう感じで。なのでこっち側に、まあ、USB 普通の USB なんでこう向きがあるじゃないですか。そうするとこっち側に、ね、LAN ケーブルが来ちゃって裏側に挿すことができない。さらに言うと、の説明書なら表側に挿してくださいって書いてあったので、まあまあしょうがないかと思って、これ僕挿して表側の USB ポートに挿したんですよね、 PS4 Pro の。これがね邪魔しちゃってうまく USB ポートに刺さらなくて、このヘッドホンをね認識、まあ中途半端に刺さっちゃって20分ぐらいね認識できなくてね、すげえ悩んじゃいました。まあ隣のポートに挿せばちゃんと認識できたんで初期不良とかではなかったんだけど、ただまあ横に並んでる方のね内側ディスク入れるところに近いところにこれ挿しちゃうと、この部分が邪魔で隣の USB ポートも使えないんですよ。光ケーブルを挿して裏側のところ延長してね USB のケーブルで、でこれ挿して使おうかなと今ちょっと思って
ている次第です。縦置きしてる人は意外と刺すところが限られちゃうよっていうのがちょっと気になりました。はい、ということで今日はレイザーのゲーミングヘッドホンスレッシャー 7.1 のレビューをお届けいたしました。詳細欄に Amazon へのリンク貼ってありますのでね、よろしければちょっと見てみて、他の Amazon で購入した人のレビューなんかもね、研究していただいて、まだゲットしてない人はぜひともゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。